皆様、お待たせいたしました。それでは、第二部の講演を始めてまいりたいと思います。続いての講演は、核融合化学研究所、竹入康彦所長の講演です。竹入所長、今日はどうぞ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私からは簡単に、竹入所長の紹介をさせていただきます。竹入康彦所長は、京都大学大学院。工学研究科、電子工学専攻の出身。 大学院修了後は京都大学ヘリオトロン核融合研究センター及び名古屋大学での勤務を経まして1989年より核融合科学研究所に着任いたしました大型ヘリカル装置計画プロジェクトの実験統括主管、それから研究総主官を歴任しまして2015年4月からは所長を進めて現在に至っております なんと研究所の創設当初から核融合科学研究所に勤務されておられます。本日の講演テーマは、核融合、地上での実現を目指す宇宙のエネルギーです。それではよろしくお願いいたします。はい、どうもご紹介ありがとうございます。えー、核融合科学研究所所長の武井です。どうぞよろしくお願いいたします。えー、本日はこの市民学術講演会に、えー、オンラインで開催しましたけれども、 多数の方ご視聴いただきましてありがとうございます。この市民学術講演会各都道府県毎年地元のところでですね講演会場を借りる形で実施してきました。で今回はですねコロナ禍というコロナの影響でなかなか日程も決まらずにおったところですけれどもオンラインでオンラインで開催するということで本日開催させていただいているわけです。毎回あのゲストの講演としまして。 著名なその分野で顕著な業績を挙げられた先生をお招きしてですねその講演をいただくとともに核融合犬の核融合に関する講演をさせていただくという形で行っています本日は本間先生からですねブラックホールの話の非常に面白い話を伺いまして本間先生本当にありがとうございましたそこで私としましてはですね核融合の話ですけれども核融合 実は宇宙で普遍的に生じている現象だということで、宇宙のエネルギーということを前面に出してです、ね、地上での実現を目指す核融合の話について、少しご報告したいと思います。138億年前にビッグバンで宇宙が誕生したと言われています。で、その実はビッグバンで宇宙が誕生した直後からです、ね、核融合は開始されていまして、 核融合により太陽や星のエネルギーが作られています。ということはですね宇宙のエネルギーは実は核融合により作られてきたということが言えるかと思います。今ご覧になってますこの映像太陽観測衛星日の出が観測した太陽の表面の様子を示していますけれどもこのように燃えたぎっている太陽の太陽、まあ、プラズマ状態ですけれどもこの太陽が作り出しているエネルギーはまさしく核融合により 作り出されているわけです空に輝く太陽や星のエネルギー源は核融合でありましてまた宇宙の目に見える物質の99%はプラズマ状態になっていますまあここで、えーまあ、核融合プラズマ手前勝っての言い方してますけど実は最新の宇宙の話ですとダークマターとかダークエネルギーという話もありまして、えー、目に見える物質の99%はプラズマだけれども、まあ、まだ正体不明のダークマターの話だとか あるいはエネルギーは核融合により作られていますけれども、えー、正体のわからないダークエネルギーという話もありますけれども、まあ、本日は核融合を中心の話とさせていただきます。で、この宇宙のエネルギー、核融合をです、ね、地上に実現させて、そして発電等で人類が利用することができればです、ね、人類は恒久的なエネルギー源を得ることができるということで、まさしく核融合研究は、地上に太陽を作る挑戦であるということが言えるかと思います。 で最初に核融合により輝いている太陽の話を少しさせていただきます。この今、あの左の上にありますようなこの太陽ですけれども、これは日の出が撮った X 線の画像になってますけれども、太陽の中心部はです、ね、ここにありますように、中心の気圧は2500億気圧、温度は1500万度という。 超高温超高圧の核のところで核融合反応が起きてですねここでエネルギーが作り出されているわけになっています。で太陽の核融合反応というのは、まあ、ここに少しいくつか例を示してますけれども陽子水素の原子核2つが核融合を起こしてできた重水素と陽子の核融合反応でヘリウム3ができヘリウム3の核融合同士でヘリウム4ができるという。 チェーンののように連連鎖的な反反応応で一連の核融合反応が起こっていますこれをまとめますとですね水素の原子核陽子4個が核融合を起こして最終的にヘリウム原子核が1個ができるという核融合反応に伴ってエネルギーが生成されるということがありますでこの太陽の核融合反応強力な重力によりプラズマ閉じ込められてまして実はこのチェーンとなっている 水素の核融合反応 PP 反応といいますけれども、非常にゆっくり起こっている反応になっています。そして中心部で起こっている核融合反応によって発生する熱によって、えー、反応が盛んになるとですね、太陽は膨張していきますけれども、膨張するとですね、今度は気薄になって反応が抑えられて重力によって収縮する。 で重力によって収縮するとです、ね、また密度が上がって、えー、反応が盛んになって、あの膨張するという形で、非常に安定に太陽のあのが燃え,燃え続けているのが持続されるという形で、46億年前からです、ね、この太陽は燃え続けて、あと50億年以上燃え続けるという,こういうふうに言われています、非常に安定な核融合反応が太陽で起こっているわけです。そそしててのエネルギーが宇宙空間に放出されてですね 地球上で太陽のエネルギーの恵みを受けているというわけです。で核融合ではですね、エネルギーのみならず、物質も核融合、宇宙の物質も核融合で作られています。で、太陽を例にとりますと、構、ま、成、あ、太陽はですね、水素が燃え尽きると赤色巨星となります。で、実はこの太陽の8倍以上の重い星はですね、 さらに水素,が水素が燃え尽きた後にできたヘリウムがですね引き続き核融合反応を起こして炭素さらには窒素酸素といった物質をです、ね、核融合がどんどん進みながら物質が生成されていきますそして最後には鉄になって核融合反応は停止することになりますそうすると核融合反応によってですねこういうあ玉ねぎ状の形でですね中心部が鉄になって こういういろんなさまざまな元素が生成されている形になりますけれども、中心部の核融合反応が停止するとです、ね、今まで核融合反応によって生成された圧力と重力がバランスを取ってきたわけですけれども、中心部で核融合反応による熱の発生がなくなると重力で、重力が一気に押し潰す形になります。でこれが 超新星爆発と呼われる現象で、この超新星爆発によりです、ねえー、いわゆる燃え尽き鉄、鉄まで燃えた、核融合で燃えた星は、超新星爆発により、えー、生成された物質、元素はですね、宇宙空間に今ばらまかられるわけです。そして、この超新星爆発の時のエネルギーで,です、ね、鉄よりも重たい元素がさらに生成されるというふうに言われています。 でこの超新星爆発が起こった後にですに、ね、残されたものが中性子星とかあるいは今日お話のありましたブラックホールになると言われていますでブラックホールの話は今日本間先生がされていましたけれどもブラックホールについてですね2017年に重力波の検出という形でノーベル物理学賞が授与されていますでこれはブラックホールが合体する際に 非常に巨大なエネルギーを持ったブラックホールが合体するとです、ね、宇宙空間に大きなエネルギーを出すその時のいわゆる時空の歪みですね時空の歪みが重力波を発生させてその重力波を地球上で検出したという形で非常に2015年に検出したということで,です、ね、話題になりました。ここのライゴという アメリカの装置2箇所,所にあった重力波検出の装置が、ね、この青線と赤線で重力波を検出したということでほとんど同期している形ですのでノイ,ズノイズ等ではなくまさしく重力波を検出したという話になっています。でなぜこの重力波の検出に対しましてですね、えー、実はその2年後の2017年8月17日に 中性子星ののの合体による重力波検出という報告されましたこの時中性子性合体による重力波の検出,のが,でのの検出がですね直ちに世界中の天文台に情報として回りまして s u b をはじめとするハワイのスバルをはじめとする天文台がこの重力波の検出方向を捜索してですね中性子性の合体時に生じたキロノバと呼ばれる大規模爆発現象の光を観測しました。 でこの中性子星の場合はです、ね、ここにありますように、合体したときに、まあ、ある意味可視光も含めて電磁波を出す、つまり観測にかかるわけですね、でそのときのキロの場と呼ばれる現象の光を観測したわけですけれども、この観測した光をです、ね、実は核融合研究では、非常に高温プラズマで、さまざまな元素、原子の光の観測も行っています。 その研究を通してですね構築した最高精度世界最高精度の原子データあるいは原子過程データと呼われてますけれどもそうしたものを用いて観測した光をかあの解析しましたでその結果ですね10元素ネオジムという重元素が生成されたという証拠を示すことができましたこれまで先ほどの話でですね超新星爆発の時に 雪よりか重重たたたいい元素が生成されれという話をしましまけれども、実はこれは宇宙空間にある重元素の量からするとですね超新星爆発だけでは説明ができなかったわけですね。でそのために中性子星の合体あるいはブラックホールの合体などの時に重元素金やプラチナといった重元素ができたのではないかというそういうことが予想されていたわけですけれども実際にこの観測の中の 証拠としてです、ね、ネオジ,ム,のネオジムが実際に生成されたというものを示すことができました。これはまさしくプラズマ核融合分野とです、ね、天文学分野の、まあ、いわゆるコラボによってです、ね、中性子性合体時のネオジムのといった重い元素の生成、これはまだ金やプラチナでは確認されていませんけれども同様な手法で,です、ね、この生成を示すことができるということで非常に核融合と宇宙の相性の良さといいますか。 コラボレーションの成果ととといいうことが言えるかと思いますさて、まあ、あの核融合と宇宙との関わり、えー、少し述べさせていただきましたけれども、核融合の話にちょっと戻りたいと思います。核融合はですね、えー、小さな原子核同士がまあぶつかって融合してくっついて、より大きな原子核になる、例えば水素が核融合反応して、 非常により大きな原子核ヘリウムのになるというそういうものが核融合反応なわけですでその時にですね反応前の質量に比べて反応後の質量の方が若干軽くなるこの軽くなった質量分がエネルギーに変化するということで先ほど本間先生の話でですね静止質量の、まあ、有効利用の割合として比較的高いという話がありましたけれどもまさしくあのその アインシュタインの特殊相対性理論が示す E=MC 事情静止質量のに高速の事情をかけたものがエネルギーと透過であるという質量とエネルギーの透過性に基づいた反応なわけです。で核分裂の場合においてはです、ね、より大きなウランという原子核が分裂している際に出されるエネルギーですけれども同様に 反応前に比べて反応後の方が質量が若干軽くなるその軽くなった分がエネルギーとして放出されるということになるわけです。で、まあ、これはアインシュタインの相対性理論に基づいているわけですけれどもそれを少し具体的に言いますとこれ縦軸がです、ね、原子核を構成する陽子とか中性子の各子あたりのエネルギー1個あたりのエネルギーですねと横軸がまあ原子の重さ。 原原子子核の重さ、まあ、原子番号と言ってももいいかもしれませんそれを取ったもので非常に小さな原子核の方が隠しあたりのエネルギーが高いそして、えー、核融合によってですねより大きな原子核になるとこの分をエネルギーとして放出するようになるわけですで一方核分裂の場合もです、ね、同じようにウランのような大きな 原子核がです、ね、分裂によって小さな原子核になるときに、ここの分のエネルギーを、質量減少分をエネルギーとして出すということで、先ほど本間先生の声にもありましたようにです、ね、核分裂の時よりか、さらにそのエネルギーの解放状況というのは核融合の方が大きいというのが、この絵からもお分かり,分かりいただけるかと思います。そして鉄というのがです、ね、いわゆる元素、原子の中で最も安定した原子ということで、 核融合では鉄までしかエネルギーを放出に伴う元素生成は鉄までしかできないということがこれで示されるわけですそして核融合反応ではですね少ない燃料で多くのエネルギーが生まれるということで先ほどの本間先生の話もありましたように化学反応ではですね水素の酸化の際に出るエネルギーというのは1モルの水素燃料から出るエネルギーは2 4 0ールぐらいですけれども 核融合反応ではですね、1モルの水素の燃料から出るエネルギーは 8.5×10 の10 80キロジュール、なんとこの化学反応に比べて350万倍の大きさのエネルギーを発生することができます。では、この核融合、まあ、宇宙に普遍的な現象としてある核融合のエネルギー創生ですけれども、地上に太陽を作れるのかということになるわけです。で、まあ、ちょっと想像すれば分かりますように。 太陽のの核融合をそままま地上でで起こすこすとはできません以前あのこの,あの説明の時にですね核融合の説明の時に、えー、地上に太陽を作るんだというそういう研究をしてるんだと言ったらば先生そんなことやめてくださいとそんなことしたらこの10キロ四方焼け野原になっちゃうからやめてくださいということを言われたのを思い出すんですけれどももちろん太陽そのものをですね地上で起こすことはあの再現することはできません。で まあそれを少し科学的に言いますとです、ね、太陽で起こっている水素の核融合反応というのはです、ね、反応確率が非常に低いんですねでそれが逆に言うと非常に100億年にわたって燃え続けられる元あの要素でもあるんですけれども極めて高い超高密度鉛の14倍の中心部はです、ね、1立方センチメートルあたり1 6 0ムという非常に超高密度の状況がです、ね、この低い反応率をカバーしていて 非常に100億年近く燃え続けることができるわけです。また太陽はです、ね、重力でプラズマを閉じ込めているということでこの閉じ込みに最低限必要な質量はです、ね、地球の質量の2万4000倍以上は必要であると言われています。であの本間先生の話でブラックホールは核融合をしのぐエネルギー解放効率があるよという話がありましたけれども、まあ、あの重力で閉じ込めている核融合はですねさすがに 地上で実現することは難しいなと思いますけど、まあ、私の価格だと、ブラックホールはもっと難しいんじゃないかというふうに感じるところになっています。ですから、地上で核融合を実現しようとするとです、ね、別の核融合反応、太陽とは別の反応、別のプラズマ閉じ込め方法が必要になってくるわけです。で、地上で核融合を実現するためにはです、ね、最も核融合反応を起こしやすい 水素の同位体である重水素と三重水素デューテリウムとトリチウム DT 反応を利用することになりますでこの DT 反応はですね重水素と三重水素を核融合反応させるとですねヘリウムの原子核と中性子が発生しますでその時に出るエネルギーを発電に利用しようというわけですでここですとこ,のここにありますようにちょっと あの反応率という数が出ていますけれども、実はここら辺ぐらいの反応率があると、まあ、ものになるわけなんですけれども、それでも、温度としてては1億度ぐらい必要になってきます DT 反応にまあ変わるものとしては、そ,その次に有力なのはです、ね、重水素と質量数3のヘリウム、D3 ヘリウムの核融合反応がありますけれども、ここになってくると10億度ぐらい必要になってくるということになります。 ですからまず地上で実現させるためにはですね、1億度を目指す必要がある。で、そこで地上で DT 核融合反応によりエネルギーを取り出すためにはですね、温度としては1.2億度必要である。そして密度としては1立方センチメートルあたり100兆個以上必要であるということになるわけです。これを太陽と比べる 太陽と比べますと、太陽では先ほど申しましたように、中心部は極めて高い密度、なので反応率は低いんだけれども、十分反応をカバーできてです、ね、温度は1500万度程度でいいわけです。ところが地上では1 2億度必要であると、ただし密度としてはです、ね、太陽に比べると極めて希薄な10のマイナス10乗グラムパー立方センチメートル。 大気圧の粒子数で言いますと20万分の1程度という極めて希薄なある意味真空に近いような状態の密度でいいけれども1.2億度必要だということになるわけです。で非常に超高温の条件ではそのプラ先ほどからプラズマという言葉を出していますけどプラズマということを少しご説明します。プラズマというのはですね固体液体気体という物質の3体物質温度を上げてきますと氷 温度を上げると溶けて液体の水になりさらに温度を上げると沸騰して液体の水蒸気になるわけですけれどもこの気体をさらに温度を上げてやるとですね気体を構成している原子分子の周りを回っている電子すらも離れる電子が離れるので電離するといいますけれどもこの電離した状態のガスになりますそうすると電子とイオンがバラバラになっ,たなって飛び交うという状態これがプラズマという状態で えーまあ、地上の物質はです、ね、もう数万度以上になると必ずこのプラズマ状態になります。で身近なプラズマというのはです、ね、実はなかなかないんで一番身近なのは蛍光灯の中蛍光管の中の状態はプラズマ状態です。でプラズマテレビというのはすでに死後になってしまいましたので説明省略しますけれども雷、稲ナズですねこれもプラズマです。それれからオーロラ、まあ、これはあの かなり宇宙に近いプラズマですけれども、地上から観測されるプラズマです。それから太陽、これは先ほどから言ってます、これプラズマ状態です。そして今日お話しする、私ども研究所で行っている LHD という核融合実験装置のプラズマ、そうしたものがあるわけです。で、このプラズマを先ほどから閉じ込めると言ってますけれども、1億2000万度まで上げようとするとですね、それを保持する容器。 物質というものは実質にありません。逆にに物質に触れているとですね、物質で冷やされてしまって、1億度なんていう温度は逆に実現することができません。したがって、ポイントはです、ね、壁から浮かしてプラズマを保持するということが必要なわけです。そうすると壁から冷やされることなし、まあ、空中に浮かしているのでプラズマの温度を上げることができると。 プラズマを閉じ込めてますすけれれども、地地上上ででで、ではははそ無理の磁力線というのは磁石の N 極から S 極に向かって伸びる線ですけれどもプラズマ粒子というのは例えば電子はマイナスの電荷イオンはプラスの電荷を持っています家電電荷を持っている粒子はこの磁力線にくるくる巻きつく性質がありますので磁力線に垂直方向の動きを束縛することができます ただし、平行方向には自由に動き回れるので、これを橋のないようにですね、ドーナツ状につないで、なおかつ、線を少しひねってやるとです、ね、網目状のような形になって、ゴを作ることができます。この磁力線のかごによってプラズマを閉じ込める、宙に浮かすることによって、プラズマを保持しようというのが、地上の核融合の装置なわけです。 これが私ども研究所の大型ヘリカル装置、ラージヘリカルデバイス LHD という装置です。これが、ここがです、ね、本体、LHD の装置になってまして、高さ9メートル、幅13メートル、高さが9メートル、幅が13メートル、この中にですね、超電導磁石がせ設置されてまして、この超電導磁石が作るドーナツ状の 磁力線の籠によってこのピンク色に見えてるのはプラズマを持ちしてますけれどもプラズマを周に浮かしてこれはプラズマのできる真空容器と呼んでいるところの内面ですけどもこの壁に触らないようにですねこのプラズマをここに生成して保持しようというわけです。でもし見えるならば、まあ、こんな感じでプラズマがこの装置の中で保持されているということになります。 すで既にこの装置ではです、ね、温度1億2000万度を達成していますで。これが装置のあれですけど、ちょっと時間も押してますので、簡単に説明しますけれども、超電導磁石でこのヘリカルコイルという電磁石、超電導磁石で,です、ね、ドーナツ状のプラズマを保持する。 磁力線を作り出して、磁力線のカゴを作り出して、このピンクのプラズマを空中に浮かして保持している、真空中に保持しているわけですけれども、非常に20年間にわたり実験を重ねている装置になっています。これが全体の装置の外観ですね。研究所のホームページにさまざまなビデオもありますので、またご参照いただければと思います。こここここれが真空空容器ののの中人間間ににいますのでここの空間に プラズマが保持されますけれども、もし実際のプラズマはこういう形でできます、えー。壁に触らないように浮いてるのはここでちょっとお分かりいただけるかもしれません。で、現在、どこまでその核融合研究進んでいるかというところですけれども、これがですね、横縦軸がプラズマの性能を示しています。えー、先ほど言いました、温度、密度、 それから閉じ込め時間といったものの核融合三0積というプラズマの性能を表す数字ですけれども核融合条件が1というところここをです、ね、世界的に見て、えー、トカマクという方式と我々のヘリカルという方式がともに、えー、実験を進めてますけれどもトカマクという方式ではです、ね、核融合条件をすでに達成しています。 プラズマ持続時間を横軸にとってますけれども、発電所を考えるとです、ね、1年に及ぶ連続運転が必要ですけれども、持続時間という点では、我々の装置です、ね、LHD が一歩抜きに出た成果を挙げています。そして今、世界的に見て核融合炉実現に向けて必要な課題というのは、この実際に重水素と三重水素の燃料を核融合燃焼させるということ、それの実証制御とです、ね、定常運転、1年に及ぶ定常運転を 制すするとといいうことの2つの課題が核融合発電路実現にに向けてて大事ななポイントになっていますでその中でも今、このイーターという核融合燃焼実証の装置をです、ね、国際協力で建設をしているところになっています。これがイーター国際熱核融合実験路で7つの国と地域、日本、ヨーロッパ、アメリカ、ロシア、中国、韓国、インドの7つの国と地域による国際共同事業になっています。 ここでは重水素と三重水素の実際の燃料をプラズマ核融合燃焼させてです、ね、50万キロワットの熱度を出すというそういう目標になっています。非常に巨大な装置でここに人間がいるんですけれども非常に巨大な装置だというのがわかると思います。でえー、予定今、ここが建設しているのはフランス南仏のマルセイユから 北に約100キロのところのサンポール・レ・デュランスというところですけれども、今の予定、ここの建物の中にです、ね、このイーターを建設して、まあ、広大な敷地、トランスヤードとかいろんな設備がありますけれども、やろうということで、予定では2025年にファーストプラズマ、2035年からです、ね、先ほど言いました核融合燃焼プラズマ実験を開始しようというわけです。そして、7つの国と地域がです、ね、このイーターの装置に対して、えー 超伝導マグネットとか、あるいはトランスとか、真空容器といったものを分担して、ものを製作して、それを持ち込んで,です、ねえー組、組み立てるということを行って、装置を完成させるわけですけれども、その今年の7月の下旬にです、ねえー、組み立て開始の式典が行われまして、えーコ、コロナの影響で非常に密にならないように、参加者は絞ってますけれども、あのホストの国である、 フランスからです、ね、マクロン大統領の挨拶があり、そして日本からもです、ね、羽生田文科大臣が当時の安倍総理大臣のメッセージを代読するという形で、この組み立て式典が行われました。先ほど申しましたように、2025年の装置の運転開始、2035年の核融合燃焼実験の開始が予定されています。そしてイータでーでは発電を行いませんのでその年の 燃焼実験のあと、ね、発電を行う発電炉の建設に入りますでこのプラズマの核融合を燃焼した時に出てくる中性子がエネルギーを持って出てきますけれどもそれをプラズマを取り囲むブランケットというところで受け止めてです、ね、熱に熱エネルギーに変えてその熱を取り出してそして蒸気を作ってタービンを回して発電するという。 そういう仕組みになっています。で2050年にはこの発電を実証するということになっています。そうするとですね。今、あの菅首相がですね。脱炭素社会を2050年までに実現するんだという話になってます。けれども、2050年代に核融合発電所が実際に動き出すとですねえ。当然、この基盤系統になってきます。 基盤系統では、もうすでに火力発電所は除外される、脱炭素社会では除外されるので、核融合発電所と電力調整で水力発電所が基盤系統になって、ローカルエリアをで,ですね、結んで、各ローカルエリアで再生可能エネルギーを十分に発揮させるためにも、きちっとした基盤系統が必要になってくるわけです。これを電力ネットワークのスマートグリッドの形で結んで、 核融合発電をベースとしたエネルギーの効率的な利用をしていこうというのが、脱炭素社会の2000、今世紀後半のですね、脱炭素社会の一つの実現のキー,キー,キーになるかと思いますで。さらに未来を見るとですね、先ほど D3 ヘリウム核融合と言いました、これはエネルギー、核融合エネルギーが家電粒子から取り出せるということで,です、ね、直接発電によるエネルギー取り出しが可能です。 発電効率が非常に高くなるので魅力的ですけれどもヘリウム酸はです、ね、資源としては月面にしかないそれで SF 的に言いますとです、ね、月面でヘリウム酸を採取して月面に核融合発電所を作ってです、ね、マイクロ波等で地球に送電するというようなそういうアイデアも出されていますさらに遠い未来に向けてはです、ね、核融合エンジンによる宇宙旅行 核融合ロケットはですね、新宇宙有人探査用ロケットの唯一の回と言われていますし、実際に30日で火星に到達するような核融合エンジンロケットの研究も、ワシントン大学で行われています。そして、まあ、いつの日か SF の話になりますけれども、銀河旅行へ行くということも、夢のまた夢になるかもしれませんけれども、あるあの目指していくのもいいかもしれません。えー、以上、えー、宇宙のエネルギーの核融合をですね、 地上で実現するというまあ、壮大なプロジェクトですけれどもぜひ今世紀中央の実現を目指してですね、研究を進めていきますので引き続きご支援をお願いしたいと思います本日は宇宙との関連で核融合の話をさせていただきましたどうもありがとうございました